はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第11章ですね、進んでいきましょう。そう、龍脈地がかなりそういえば増えてるんで、こいつから大根もらおう。もやるで。お前似合うな農作業。全然建物とか建ててないんですよね。とりあえず闘技場、素材をかけて戦うことができる。めんどくさいか、ここらへん。OK。あとは、あ、なんだ、これ一番上か。牢屋。牢屋なんてそんなところに建てたら、土地の価値が下がりそうだな。くじ引き屋。とりあえず建てられるものどんどん建てていこう。多分大丈夫だよね。龍脈あと何個あんの？食堂。モンハンでいうあれかな。能力アップのやつかな。アクセサリー屋。見た目とキャッスル戦で有利な装飾を購入できるって。なんか別にって感じだな。これなんか中入れるのか。温泉。入浴することができる。もうめちゃくちゃな街だな、これ。交流の像。これ入れなくなるとか。あの店とか入れなそうだな。からくり人形。あ、これは防衛戦だな。一応俺の像立てとくか。すっげえ端に立っとこう。ひっそりと。誰も見に来ないっていう。これはいいか。よし。じゃあちょっと見てみるか。闘技場。おお、来てくれたか。お前の戦いを見に来たわけじゃない。俺が自分で戦いに来たんだよ。鉱石や食材をかけて、店番が戦うの。闘技場投手と戦闘を行います。勝つとかけた素材が増えます。負けると、かけた素材を失いますと。あ、でも、X ボタンで降参すると、とりあえず素材は戻ってくるのか。いっぱいあるやつ、琥珀にしよう。琥珀が2に増えます。あ、そういうことね。まあ、戦うだけだから。あ、なんか戦っちゃったよ。おりゃ、いや、負けそう。あ、でも。向こうは命中率が低い。かわせば勝てるな。こっち攻撃力が低いけど。お、必殺技が出た。やった。普段やばいやばいやばい。あと2？ 3 発か。3発食らったら死ぬな。その間に何回かわせるかだな。いやー、食らったな。確率としては2分の1よりは、よくかわせる。オッケー。で、こっちは2回攻撃だから1回につき4。次！よし。これも勝ったな。イエーイ。ふん、じゃねえよ。まったく。ポーズは可愛らしいポーズを取ったな。なるほどね。あとは、温泉とか何なの？これアクセサリーや、まあ見るだけ見るかちょっと効果がわかんないから。お、なんかもらった。覆面って。あ、なんか変わんの。うわぁ。魚5個と交換とか、なんだこれ。お金じゃないんだ。物々交換だな。まあいいや。あとは温泉。温泉入るとどうなの？なんだこのシーンは。一応入るか。パンツ一丁で入るのか。誰かいるね。これは全然嬉しくないサービスシーンだな。しかもなんで微妙に顔が赤くなってんだこいつ。後で背中を流してくれるか。なんでお前の背中なんて流すんだよ。まあ別に寝るのは自由だけどね。切り替えって何？ズームとか言って何なんだ一体。一応なんか視点はぐるぐるできますね。どうでもいい。上がるか。さ、サービスカットはこれで終わり。こいつ話そうっと。和傘。あとなんだっけ。あ、交流の像。これはいいか。あと何建てたっけ。牢屋。当然だ。スカウト説得解放。白夜の捕獲術、暗夜の拘束術のスキルを持つユニットは一部の敵ユニットを捕虜にできます。捕虜は素材を払うと仲間にできます。買収するってことか。また、店番が説得すれば、必要な素材を減らせられます。なるほどね。こいつに何を説得できるんだ。色仕掛けとかで説得した方が良さそうな気がするけど。
くじ引きやってみましょう。これはなんか面白そうだな。よく来てくれたな。マイキャッスルが昼になるたびくじを1回引くことができます。おお、当たります。ただお、なんだなんだなんだ、カラコン。うわ、なんか色からしてダメそう。ハズレ。あ、でもなんかくれんじゃん。やった。また来るといい。まあ、これは毎回引いていきますか。じゃあ食堂、あ、食堂は食べよう。頑張ります。お前が料理作るの。店番が食材を使って料理を作り仲間たちに食べてもらいます。能力値が変化します。あ、食材使う、根野菜でいいや。ほら頑張れさくら。なんかダメそうな料理が出てくるけどな。覚悟はできています。失敗しちゃいましたみたいな。終わりました。なんだ、どんな反応だかわかんねえぞ。頑張って作りました。魔法防御プラス1か。まあ、食ってみっか。さすがです。お、うまいんだ。おーおー、すげえ好評じゃん。とても美味だ。19人の半数がって何。さらに白夜風だったので白夜料理が好きな人は追加で、技1。いいねー、すげえすげえ。 OK。 まあ、力とかな、そこら辺の有力なものが上がってくれればよかったけど。じゃあまた11章をやっていきますか。第11章、海へ。風魔公国の野望をくじく、操られていた匠の正気を取り戻したミカミックスたちは残る兄龍馬の行方を追ってシュバリエ公国へと向かう回路を取った。今船だった。ってことは船で戦闘になるのかな。でけえ船だな。なんとか出航する船に間に合ったね。まさか港にアンヤ王国の兵がいただなんて。風魔公国を出た後はずっと襲撃に遭わなかったから少し油断していたよ。はい、でもなんとか逃げ切れましたね、ミカミックス兄様。逃げたの。せめて船の上ではゆっくりお休みください。追撃したんじゃないんだ。なぜ奴らは私たちのことを待ち伏せできたのかしら。この軍が船でアンヤに渡ることは誰にも知られてないはずよ。まさか密偵でも混じっているんじゃないのか。密偵、スパイか。ああ、そうとしか考えられないだろう。この軍にいる誰かがアンヤの手先で奴らに僕らの動きを報告しているんだよ。特にその魔導士なんか怪しいと思うけど。わ、私ですか。怪しいよな、飛び抜けてお前が怪しい。ミカミックス兄さんの話だと仲間になる前はみんなを罠にはめようとしたらしいじゃないか。また何か企んでいたっておかしくはない。まあそりゃそうだな。約束通り叩き切る。いや、やめよう。みんな仲間のことを疑うのは。ミカミックス、いいかい、彼が密偵だという証拠なんかどこにもないんだ。一度信じると決めたもののことは信じよう。兄さん、でも僕は信用できないよ。そうだね、確かに匠にはまだきちんと説明ができていなかった。そのことについては謝りを後で話させてくれるかな。それでできれば君もゾーラを信じてあげてほしい。うん、分かったよ。ミカミックス兄さんがそこまで言うなら僕も信じるように努力する。信じる努力って何。なんだよ、すぐに信じてやると言ったわけじゃない。ミカミックス兄さんの話を聞いて本当に信用に足るかどうか考えてからだ。慣れ慣れしく僕の名を呼ぶな。すんません。航海は順調みたいです。この分だと明日にでもアンヤ王国に到着する見込みだそうですよ。ありがとう。さくら。いえ。ミカミックス兄様、先ほどからずっとこちらにいらっしゃいますね。船からの景色を楽しんでらっしゃるのですか。うん、船に乗るのは初めてだからね。でもさっきまでいい天気だったのに空が暗くなり始めてきたんだ。なんだか波も高くなってきたし、もしかして嵐の予兆かもしれません。そうだね、雨が降ってくる前に船室の中に戻ろうか。おお。なんでしょう、いきなり船が止まりました。お怪我はありませんか。ちょっと揺れただけだろ。少しびっくりしたけど大丈夫だ。どうしたんだろう、船の故障かな。
後で様子を。何？なんだこの天気は。さくら、嵐ってこんなにすぐ来るものなのか。そんなはずはありません。何かおかしいですよ。兄様、大変です。海が、波が異様に膨らんでいます。海洋リヴァイアさんか。中から何か出てくるぞ。いやー、大したことねえな。もっとすんげえのが来るのかと思ったのよ。本当にリヴァイアさんが来るような感じではない。おお、これは幽霊兵士。なんだ、まさか。お前は母上が死んだ時に現れた姿の見えない戦士。ミカミックス、今の音は一体。ダメだ、こっちに来ないでくれ。お、ご無事ですか、アクア様。助かったわ、鈴風。これは何が起こっているのですか。わからない。急に嵐が来たと思ったら、こいつが海の中から現れて。海の中から。行きますよ。とにかく戦いましょう。このままでは船が沈められてしまいます。そうはさせない。みんな戦闘準備を。4人しかいないんだけど。めっちゃいつの間にか襲撃されてるな。もうとりあえずセーブと。ちょっともう一回、さくらとアクア出して、オロチ出して、モズメはまだちょっと弱いからな。10くらいに近づいてきたらモズメも先生に出すか。フェリシア、匠は強いからな。ひなたも強い。リンカ微妙なんだよな。天魔武者やっぱ欲しいよな。あと4か。風花は弱えな。サイゾウはちょっと入れとくか。で、サイラス、椿も入れとこう。あと1人か。そうすると誰にしよう。スクールレベル1だし。おぼろっかリンカだな。どうしようかな。鬼人っていうのが1人しかいないからな。槍も1人か。おぼろにしとこう。よし、これでいきましょう。敵全滅。で、この前、役立たずが死んだからな。役立たずミカミックスっていう。何？こいつら、謎の兵、飛んでるのか？いや、いっぱいいるな。ちょっと中へおびき寄せるか。で、龍脈があるな。アクアでちょっとサイドをかけて、龍脈を使おう。嵐地形に変える。飛行系のみ移動困難。移動困難になるの。まあ、敵があれだからか、飛行系だからか。嵐を呼び寄せる。こいつは射程にあるから、射程のね、にあるやつは超使えるんですよね。ちょっと待ってよ。宝箱の位置を確認しとこう。宝箱はないか、このマップには。ま、船に宝箱があったら先に取っとけよって感じだしな。おぼろあたりと主人公っていうか俺だけど、組み合わせて。やばい、匠とひなたこうだな。フェリシアちょっとここら辺に置いとくか。きたー、狙われた。ゼロかよ。あいつらが食らうな。いや、要は非力軍団だこいつら。なんだ、やっと追いつきましたわ。あれがミカミックス様の船。うんふんふん、皆さん手こずっていらっしゃるようですわね。でももう大丈夫ですわ。敵などすぐにこの弓で、悲鳴も出ないほどの痛みを与えてほふって差し上げます。お、仲間か。そうすると会話をしろってことか、やっぱりな。ただこいつを先に倒したいから、もう少し中で戦うか。匠はかなり強いから、じゃあここに主人公置かないといけないんだよ。会話。よかった、ミカミックス様、よくぞこぶちで。あなたは。私は夕霧、白夜王城の金、何これ、金なんとか武者にございますわ。
ミカミックス様たちがカイロよりアンヤに向かわれるとの情報が入りましたので、軍師雪村さんから戦力として加勢するように仰せつかりましたの。今後は私も同行させていただきます。敵を倒すことは私にとって至上の喜び。ここに来るまでに倒した方の断末魔など皆様にお聞かせしたいぐらい素晴らしくて。断末魔そうですわ、とっても色っぽかったんですのよ。そうなんだ。私としたことが少々おしゃべりが過ぎましたわね。それではミカミックス様、私はあちらの敵を殲滅してきますので、これからどうぞよろしくお願いいたしますわね。 OK。 おお、これ飛んでる弓もしや。いいね。ってことは再造の攻撃で弓の援護だな。こいつはダメージ当たらない。ああ間違えた、お前の援護じゃねえよ。天魔武者の援護が欲しかったのに。準備はいい？すげえ、なんかかっけえ。素敵な断末魔。全然経験値が上がらない。投げ棒いらない。この嵐もなんかいらねえな。こいつをやっぱ前線に出しておぼろと組ませようかな。防刃力が上がるな。よしよしまた間違えた、オロチと組ませてしまった。もういいや、タックミーはちょっとこっちに派遣するか。サクラので一応経験値稼ぎとして、オッケー、こんな感じかな。クールね。信じてる。あ、いたいたいた。あ、しまった。回復もさせてねえや。オッケー。最強の陣形だ。全然経験値が手に入らない。ここでタックミーが攻撃。超強いな。一発で倒せるぞ。48。弓っていうかレーザービームだよなこれほら勝った。いやーすげえ強えな匠。ただまあ狙われると危険だから。これ誰と組んでるっけ。あ、槍の人か。ここで下ろす。よし、下からはもう来ないから左の方に攻めていくか。こいつとこいつと再造フェリシアで回復させよう。で自分も回復できていいね。一石二鳥。なるべくは固まっていきたいよな。あ、これいけねえんだ。そうだ、嵐があったから。桜をまあ一回とりあえずこっちで。桜なら来い。ああ、おー、いいね。来い。助かったよ。返り討ちにしてくれる。この見えない騎士は何なんだ一体。あ、かわされた。機動力はすげえな。え、こいつもかっこいい馬に乗ってる。痛くない、危ない。うわマジかよ。サンダー、うわ強い。マジか。ちょっと再造はさ、まず敵を殲滅しないとかなり危険だな。とりあえずこいつ防刃にして、で攻撃倒せるよな。共に行こう。おい、もう終わりなの。レベルアップ。あれ、これおぼろになってるけど回復させるとあいつは回復するのかな。
サイラスはオロチは離れたところから攻撃できるけど、やーべ敵かっこいいな、一発で殺されるな、マジか。タックミいけるか、 89% 当たれば問題ない、頼んぞ。オッケー、そうだな、超戦力だお前は。お前はもう姉さんたちより十分強い、マスタープルーフだって。やった、回復役、やばい回復役がいない、こっちに。こいつちょっと再動かけよう、さくらお前の力が必要だ。これでサイラスが回復するかどうかだよな、回復できねえわ。まあいっか、7か、デーモンみてえだな、倒せる、 75% なら当たる、よし痛いけど OK。 弓だな、弓が強い、なんだ断末魔を聞いて回復したか、でフェリシアで回復させよう、回復薬もかなり重要だなこのゲームは、サイズをいらなかったな、そうするととりあえずこれでいいか、あんまり出すぎると確実に死ぬからな、交代して、あれ回復薬がいなくなった、いた、でサクラで回復させて、なくなってしまった、ドゥルルルルルーって、ひなたは多分一人で戦力になるからな、で自分も一応ここにつけて、天魔武者もしかしたらいらなかったかもな、この龍脈は微妙だしな、タックミーだな、タックミーがマジ強い、まあ適当に経験値を稼ぎつつ、 OK 来るか、来た、でも銃食らうか、かわした、やった、でかい、天魔武者の攻撃力が弱い、ん？なんだ？増援か？マジかよ。ボスはどこにいる？こいつか。ドラゴンマスター。いやー、かなり危険だな。天魔武者。これ、歩いてこのまま上に行けないな。これ、二手に分かれないとダメか。ひなたはな、強いから。ひなたとこのペアで、でこいつは下にやろう、たくみは上にやろう、前線にサイラスを出して、一応こいつはここら辺に置いといて、天魔武者はこのどこで、回復さくら上の、なんとなく経験値アップと、これ思ったけど歌ってればずっと経験値上がんじゃねえ。そういうもんでもないのかな、下でこいつは回復薬の下に置こう、来た、 22×2 ってやばくね、うわっ、うわ、殺された、これじゃあ完璧にはほど遠いな、後ろに下がっててくれ、弓か、あいつ弓だったのか、行くよ、乱す波は万全、壁役、うん、甘い、さすが壁だな、殺されたか、よし、飛行系の弓はかなり強いな、こっちも危険だけど、綺麗、
から要はよし、こいつは弓を持ってないな。メイドちゃん、こいつ1か。誰で倒すかな。オロチマルで倒すか。こっち大丈夫だ、いける。おりゃー、じゃあな。で、タックミをここに置いてぶっ殺すと。これだ、かっこいい馬が弓持ってるから危険なんだ。ほら勝った。おお、すっげえ経験値アップしたな。超強くね、こいつ。やばい。お、しかも弓を手に入れた。これかなり匠最強説だぞ。まあいっか、このままで。さくらもな、回復させないと経験値が上がんないからな。こっちを狙ってきたか。見て、ほい、よし、こいつも次の一手で壊せる。相性が悪いけど無駄。勝負あったね。あんまり主人公も無双って感じじゃなくなってきたな。先へ進むか。こいつを中心にして、あんまり進みすぎるとな。弓兵で死ぬから。あの左下の弓、こいつも弓持ってんのか。持ってないな。ライド、ちょっとでも回復させるとかいいかな。俺がついている。さあ、ほら、面白いの。回復回復。さくら、もうめっちゃ杖使ってんなこいつ。また買ってあげないと。さくらとか言って杖買えなくなったら存在価値がなくなるな。差しやらないと。少し前出すか。ここら辺にしとこう。で、たっくみここでいいかな。一応、オロチを復活させてここに置こう。来たか。信じて。おりゃ、終わってないよ。弱い。まあ、能力を下げるっていうのがあるか。何の能力が下がってるのかいまいちわかんないんでね。うわ、来たー。これは危険だって。切りきすぎるぞ。サイゾー、これで。でもノーマルモードプラスカジュアルモードだからな。戦闘力100超えてるし、こいつやばい。こいつ66しかない戦闘力。倒せないか。なんでだ。うわ、間違えた。まあいいや。頑張れよ。くーらい。よし、次はどなたでしょう。そうか、こいつ防刃組んでた。いや、そんなことないか。まあ、レベル 1？ レベル1でこの強さなの？マジかよ。異常だな。で、サイゾーが死ぬ。普通に。いや、攻撃じゃなくて杖。天魔武者の出番が全くないんだけど。やります。あんまり強くなってないな。ストライク、昇竜拳。よし、これで下をとりあえず殲滅したな。
とオロチをここら辺に持ってきて 85% 絶対倒せる絶対とか言ってると外すんだよな。よしオッケー。なんだってまじない通りじゃ。よしよしよし、レベルアップ。ふむ、まあ魔力が上がったからよしとするか。届くかさくら。あ、届くね。ギリギリだったな。レベルアップ。もうさくらはとりあえず守備とヒットポイントさえ上がってくれればいいよ。ちょっと真ん中の方におびき寄せて戦いたいな。匠一応ここら辺にしとくか。匠が死ぬとこれやばいからな、かなり。もうこの2人はちょっと集団行動でいこう。うおー、狙ってきたかー。あ、危ねえ危ねえ。ナイスだ。こいつヒットポイント低いな。アクア見てみると16しかない。やばい、匠が狙われた。何なんだよお前オロチ。うわー、増援だ。ちょっと匠はここから 96%。 これ外れたらかなり最悪だな。おい、オッケー、よかった。ナイスだ。めっちゃ経験値高い。よしよしよし、こいつか。あとは回復。いや待って、これで匠を復活させて匠で殺すいやマジ強えわ。命中率 100% オッケー。そう、強えんだけどこいつ。どうってことないね。匠無双が始まった。もう主人公より強い。で回復させると、で一応ソシアルナイトで壁になってもらって、オロチちょっと後ろに下げるか。でこいつはちょっと来てから追撃しよう。移動力の少ないやつから撃ってった方がいいな。いや火の鎌マジ役に立たねえな。フェリシアとサイゾーもそうだけど、こいつを中心に陣形を組む。よし、まあ、これは対等な戦いだな。いい戦いだ。痛い辛い。うん、ライバルだ。いいね。なんか和のなんとかっていうのが回復の効果があるんですよね。こいつ鍛えてこう。レベル1だし。お、ジャンピングショットだ。かっこいい。全然経験値が上がらない。ただなんでだ、なんとか武者が多分強いからか。上級職なのかな。かといってあんまり巧みにな、やりすぎてももうレベル14だし。うん、まあ多分巧みの力だろうけど。死んじゃダメよ。倒せる。あれ、手強かったな。入ってくれない。あ、防塵の時は入ってくれないのか。そういうことか。後陣に防塵の人が入るけど防塵には入らないんだな、攻撃が。ようやく理解してきたぞ。ってことはやっぱり一長一短だな。どうする、まずこいつは回復させよう。この位置だと悪は狙われんな。来い。これ来ないとさ倒せなくね普通にいけないもんだって。飛んでないからこいつしか。天魔武者派遣したら確実に殺されるし、こっちの方行けばいいのかな。うわー、でもなんか金マークついてるよ。ドラゴンマスターか。うん、ターン数で動いてくるとかない。近づかないといけないのか。ここに置いて、オロチここら辺に置いて、タックにここに置いて、チョコイチここに置いて。てかさ、天魔武者とか死んだらだって終わりじゃん。いけないよ。ここでどうだ、来た。うわー、弓だから反撃不能だ。おお、かわした。ナイス、来た。
うわ14できねえよ。引いて引いて引した。挙句の果てに、まずザコを倒そう。これは匠の出番だ。12いけるね。いいね。援護しよう。レザービーム。で、こいつを金一発で殺せる。これは行くべきだろう。85% 行くべきだ。守ってやるよ。頼むぞ。おりゃミスター最悪だ。ミスってくれ。え、マジどういうこと。もう攻撃できるの主人公しかいねえし、まあ、とりあえず当たるな。ヤトの神龍石。あ、これで武器変えるとあれか。一番強いの何。龍石だ。ドラゴンに変身するってことか。これちょっとやってみよう。行くぜ。うわ、負ける気がしない。マジか。俺は負ける気がするぞ。はい、だーい。ああ、竜の姿でずっといるってわけじゃないのか。ただ回復しないとまずい。杖杖杖ライブ。ん？主人公がいい。主人公がやばいな。ここだいぶ詰まってるからな。え、ここ行けねえのか。どうする、どう攻撃を行うか。まず才蔵いらないから、こいつで斎藤かけて、で攻撃と。よし、これで終わりだ。うわー、くらえ。なんかさ、もっとかっこいい攻撃方法にしてほしいんだけど。うわー、経験値超入った。すげえ上がった。術書一応下のやつも倒さないといけないんだね。あいつはね、組でこう振るかめんどくさいから。何、やばい。危険マーク、危険マーク、あれ何なんだ。赤いマークが危険マークだと思うんだけどな。サイズ死にそうだな。回復させるか。じゃあ一応ソシアルナイトを前面に出して、匠はここに置いて、でここに置いて終わり。こっちから戻ってきたか。しまったな、爪が甘かった。うわ、殺された。なんかにさらばだ。匠引いてくれ。いやー、これ復活しないモードだったらかなりきつかったな。もうお前しかいない。 OK、 もう当たるだろう。 81% 痛くなかった。次はどなたでしょう。おお、なんか手に入れたよ。え、持ち物がいっぱい。輸送隊に送る持ち物、投げ棒とかいらないし。サイラスおぼろ。いや、匠か。新しく仲間になったやつだろ、 MVP。 どういう基準で選ばれるんだ。まあとりあえず毎回戦死者が出るな。全員倒したな。どうってことないね。お前死んだだろ。最後の最後で姿が見えない相手だったけど、僕たちに勝てるわけがないよ。匠は頼もしいな。まあそれは否定しない、頼もしかった確かに。でもじゃねえや、この調子でこの前の失敗を挽回しないと。誰かさんに言われたから僕は頑張るつもりだよ。特務ん、なんかいる。やばい、もしやこいつが盾になって死ぬ。特務様、ゾーラ、おお、ゾーラ、お前なんていいやつなんだ。今のうちに、あ、
よくも僕を狙ってくれたな。よくもゾーラオじゃないんだ。至近距離からの弓倒した？倒したみたいだな。やったか。さすがです匠様。なんかもうただ寝てるみたいな感じだな。とすいません、お名前をお呼びしてはいけませんでしたね。いや、そのゾーラさん、ひどい怪我を。すぐに回復しますので。ありがとうございます。あ、一応大丈夫なんだ。しぶといな。なんか結構何回か死にそうになってんのに。ゾーラ、さっきはありがとう、匠のことを助けてくれて。え、お礼なんて。あれは私めが好きでしたことです。なんだゾーラ、超いいキャラになってるぞ。匠様が危ないと思ったら体が勝手に動いていたのですよ。うん、それでもありがとう。おいゾーラ。お、た、匠様。あ、すいません、またお名前を。いや、いい、名前など好きに呼んでくれて構わない。ゾーラ、さっきは疑ったりしてすまなかった。え、いいか、あんたはさっき身を挺して僕のことを助けてくれた。あの時来てくれなかったら僕はあいつに殺されていたかもしれない。それなのに僕はあんたのことを信じてやれなくて悪かった。そんな、頭をお上げください匠様。私めがやったことなど感謝されるまでもないことです。出雲公国でレオン王子に処刑されそうになった時、魔法から守ってくださったミカミックス様と同じことをしただけのこと。ミカミックス兄さん、そんな無茶なことをしたの？まあそんなこともあったよね。はい、あれ以来私は変われたのです、ミカミックス様のおかげで。そうか、ならその言葉信じよう。これからは仲間として改めてよろしく頼むゾーラ。こちらこそよろしくお願いいたします。え、でゾーラ結局使えんの？というところで、とりあえず毎回戦死者が出てるんで、まあカジュアルでやっててよかったかなっていうところはありますけれども、じゃあ次は第12章ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。